Hello everybody, MC ズーナです。今日もリクエストの中から1個サウンドのレクチャーをしたいと思います。今日のレクチャーは琴についてレクチャーをしていきたいと思います。どういう音なのかというとこちらです。さあ、こういう音です。琴、皆さんご存知かと思うんですけれども、和楽器のね、ちょっと横に大きいね、座りながらとか正座をしながら弾く弦をね、ペンペンとこう弾く楽器でございます。弦がね、こうね、横に長くあって、その音を模写したものです。さて、では音の出し方なんですけれども、そこまで難しくないです。発音はトゥン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 ですね。この時舌がすごく動くと思います。トゥンっていう時ってトゥントゥントゥン、この通りで顎は動きませんね。唇も動きません。舌だけで発音できると思います。トゥン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 、その発音ができる状態で唇を閉じてください。で、さっき発音するトゥン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 、自然と唇が揺れますよね。一回プルン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 って揺れますよね。この時に一つポイントがあって、ルーズにトゥンプルンプルンプルンとやらないこと。パチンパチンとね、あの弦をポンと弾いてるようなイメージで、一発一発ドア玉に一番力を入れて発音したり、トゥンプル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 ン、トゥントゥントゥンではなくて、舌をしっかり使ってあげてトゥン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 とね、弾いてあげる。で、唇を合わせてあげる。トゥン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 、弾いてる、雰囲気を、表現をちゃんと唇と舌で作ってあげることが大事です。MC ズナビートボックスラボでは視聴者の皆さんからのリクエストを募集しております。こんなビート解説してほしい、この音解説してほしいだったり、このビートボクサー紹介してほしい、このイベント紹介してほしいなどなど、いろんなねリクエストを募集しております。ぜひ興味のある方はこの動画の下のコメント欄に気軽に書いてください。よろしくお願いいたします。さて、あとは今トゥントゥントゥン地声でやっていましたが、それを裏声にしてトゥン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 、これでも発音はできますよね。舌だけでトゥントゥントゥン発音はできるはずです。じゃあ唇を閉じてみて、で、頭にしっかりと力を入れる。ポンポンと弦をね、弾いてる強さをしっかりと出してあげる。するとどうでしょうか。一気に弦っぽい音が出たんではないかと思います。あとは出したい音の高さ、出したい曲によってメロディーはもちろん変わってきますよね。音の高さは変わってきます。なのでそれは自分でいろいろと、曲を探して、この曲は琴が使えそうだな、使ってみたいなって思うんであれば、その曲を琴で、この発音でアレンジしてみてください。さあ、応用編なんですけれども、ここで琴の発音をした後に、そのハミングを伸ばしたままサイレンの要領でぬぐ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 と発音してあげることで、弦が揺れてるような表現をすることができます。サイレンについてはすでにレクチャーの動画を出しておりますので、こちらをご覧ください。結構ね、ちょっとね、感覚つかむのは難しいと思いますけれども、慣れれば、そのサイレンもすごく使える技術ですので、練習をしてみましょう。はい、今日は琴についてのレクチャーをさせていただきました。しっかりとね、この弦がパチンとね、パチンとあの弾かれている、このインパクトの強さっていうのを表現しつつ、その弦がパチンと弾かれた後に微妙にこう揺れますよね。その揺れを表現する、頭とフォローをうまく表現してあげることで、より空気感の出る琴っぽい音が出ますので、
ぜひ練習をしてチャレンジしてみてください。ルーズにならないことがポイントです。はい、そしてチャンネル登録も、よろしくお願いいたします。パソコンからご覧の方は動画の 右下にあの登録ボタンあると思いますので、それをクリックして登録をお願いします。携帯スマホからご覧の皆さんは、動画の下に、ちょうどこの下かなに、チャンネル登録ボタンがね、ちょっとね、やれば出てくると思いますので、そこをタップして登録の方お願いします。毎週金曜日夜8時に動画を投稿しておりますので、いろんな動画投稿していきます。よろしくお願いします。はい、MC ズナビートボックスラボ、今回もありがとうございました。次回もよろしくお願いします。